改めて紹介しますが、パーカッション山本愛香です。いや、ちょっとなんか話を聞いてみたいですよね。どうでしょうか。もうだって、こんばんは。わー、皆さん寒くないですか。寒い。寒いですよね。でも今から心は温まると思います。楽しんでください。はい、幸せな人ですね、やっぱりね。こんばんはって言っただけで明るくなりますからね。いや、いいな。今日はすごいジャズファンの人が多いというふうに田原さんがねおっしゃってましたので、やっぱり、ね、今宵はこれでいきましょうか。こんな予定はないんですけど、どうでしょうか。